このね、フィリングがね、たまらんち会場なんですよ。トロットロの、トロツナフィリングを。今回はこんなにテンションが高いということはどういうことかと言いますと、思考シリーズでございます。今回ですね、サンドイッチシリーズ思考のツナサンドです。今回は思考のツナサンド。ツナサンドってね、いろんな作り方あると思うんですけども、ツナサンドって美味しいよね。何派ですよ。コンビニのサンドイッチ買うときはセブンイレブンの照り焼きチキンサンド。若いねいや、ここ食べよ。セブンイレブンはジューシーハムサンドでしょうが、はい、ということで、そんなジューシーハムサンドが好きな僕が作るツナサンドです。これがですね、ジューシーハムサンドに負けない、いや超えてくると思います。はい、そんなに美味しい、サンドイッチでございます。ツナサンドってやっぱ2番手感あるじゃないですか。これは主役になれる最高のツナサンド作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料紹介でございます。まずまあパンですね。まあ僕は長熟で食べてますけども、長熟です。はい、あと長ネギはね 30g だから、まあ長ネギこれぐらいね。はい、玉ねぎじゃないです。長ネギを今回使っていきます。長ネギのシャキシャキ感と香りがいいんです。そしてキュウリ夫人です。バター、そしてツナ缶で、ツナ缶なんですけど、僕がいつも使ってるのはシーチキンのエルフレーク、使ってます。何でもいいっちゃいいんですけど、ただマグロの油漬けを使ってほしいので、たまにカツオとかあるんですけど、ちょっとお安めのはカツオが多いんですね。なんでシーチキンエルフレーク使ってください。はい、別に企業案件でも何でもないんですけども、僕はマグロのツナが好きなんで、今回はこの材料でやっていきたいと思います。もう水は？いやいや、歯ではないけど。ひよってるやついる？いやいや、お前が一番ひよってたからね、今日開始は。いねえよなということで、自らを思考にしていきます。これだよね、思考がね。いただきます。あー、やっぱこれだよな。はい、ということでやっていきたいと思います。ということでやっていきたいと思います。まずですね、このキュウリですね、キュウリは薄切りで、やっぱりね、このキュウリはツナサンドにおいて非常に重要です。なんでかっていうと、ツナって食感ないじゃないですか。なんでこれ食感プラスしていくんですね。なんでキュウリはあの脇役なんですけども、もう名脇役でございます。はい、こんな感じですね。はい、でスライスにします。このキュウリの食感がプラスされることによってサンドイッチに輪郭が出るんですね。まあ普通のね、売ってるツナサンドもキュウリ入ってるの多いと思います。でここに長ネギですね。今回ねあえて玉ねぎじゃなくて長ネギなんですね、これね。でもやってみるとね、すっごく美味しいです、長ネギ。でこれはねみじん切りにしていく。でこうやってね、蛇腹にやって切っていくと、非常に、いいみじん切りになります。いい感じのみじん切りですね。このね和風感がね合うんですよ、これ。そしてツナはですね、油を切って、ツナ缶の油はねあのすごく美味しいんですけど、パスタとかにね入れてくださいね。はい、今回はでもツナの油に頼らない、ツナ缶の油でね作る、レシピも結構あるんですけども、今回はねあの油より僕はね他のオイルをね入れていきたいんですね。マヨネーズですね。ツナの油とマヨネーズであれば僕はマヨネーズの方を押したい。はい、これパスタに使っていきましょう。あのご飯にかけても美味しいよ。でこれをこうツナをねこっちに移していきます。でこれフィリングを作っていくんです。まずマヨネーズ、ここね大さじ2半ですね。大体これぐらいね。で心配な方はグラムで測ったらいいです。あのマヨネーズ大さじ1杯で 12g なんで 30g 測ってください。でここに味付けのためのコンソメ入れていきます。コンソメね非常に重要です、味付けの。はい、小さじ1/3。これでねうまみを補強していきます。そしてここに牛乳でもいいんですけども、僕はあの冷蔵庫に常備したのは豆乳なんで、豆乳を投入します。
で、これなんで豆乳入れたのかって言ったら、マヨネーズだけだとちょっとジューシーさが足りないんですよ。はい、なんでもうちょっとねジューシーにしたいので、この豆乳を入れることによってコクとちょっとまろやかな硬さにしていきます。そしてここに長ネギ、長ネギはシャキッと感も出ますんで、このみじん切りだと、はい、これもあの食材の食感がプラスされますね。はい、そしてレモン汁です。はい、少しね酸味があった方が美味しいです。はい、小さじ半分で、砂糖出す。砂糖も小さじ半分。あのね、このフィリングに甘みが少しついた方が美味しいので、お砂糖を加えていきます。で、黒胡椒。黒胡椒はね、今回一つまみ、あのいつもね思ってる3倍とか言うんですけども、違います。一つまみです、これね。はい、で、わさび。今回ね、わさび入れていきますね。わさび、これを4センチ。ツナサンドにわさびなんてあんま聞かないでしょ、皆さん。これめちゃくちゃうまいの。わさびマヨネーズのフィリングなんですよ。で、こいつを混ぜていく。そう、このね、フィリングがね、たまらんち会場なんですよ。で、これで最後のツナフィリングができるんですね。はい、あ、この味だ。そしたらですね、食パンね。はい、じゃあですね、もうね、挟んでいきたいと思います。このね、サンドイッチはね、まあやっぱりあの、火使わないっていうのがね、非常にいいですよね。で、今回6枚切りのパンを2枚です。あの、8枚切りでもいいんですけども、僕はあの、フィリングたっぷりね、1貫分使いますんで、僕はなんですけども、6枚切りでたっぷりパンを使っていただいた方が美味しいと思います。はい。で、ここにですね、バターを塗っていきます。で、バターもさっき冷蔵庫から出したてなんで、ちょっとチンすると塗りやすいです。はい。まあ、ちょっと溶けすぎましたね。まあこれで塗っていきます。なぜバターを塗るかというと、お野菜ね、きゅうりとか乗せますんで、お野菜の水分とか出ちゃうんですよ。なんでこのバターを塗っておくことによって、油のバリアが AT フィールドがね貼られますんで、なのでパンがベシャッとしないっていう寸法なんですね。ちょっとバター溶けすぎましたけど、まああの変わりません。まあだいたいね 8g ぐらいのバターを塗っていただければ、いいと思います。あとね、適度にバターを塗ることによって、バターの香りと味もね、コクもつきますんでね。はい、これぜひバター、うん、まあなければマーガリンとかでもいいんですけど、僕はバターの方が美味しいと思います。はい、バター過激派なんでね。で、片方にキュウリ夫人 VS エマニエ夫人です。で、キュウリはね、結構たっぷりいっちゃいますよ、こんな感じで。はいね、これね、噛んだ時にすごくあのシャキッといくんでね。そしたら、トロットロのトロツナフィリングをここに乗せていきます。たっぷりツナはね、これたっぷりがいいんです。これ一貫使っちゃうからね。ほら、ドカッと。こんなに具材感のあるツナサンド、皆さん食べたことありますか？ないでしょう。食べたらびっくり、食べたらあっと驚く食べ頃です、皆さん。はい、そしてこれで切っていきましょう。皆さんね、ラップしていただくと、はみ出ない、すごい。めっちゃはみ出とる。こんな感じですね、はい。皆さんはね、ちょっとラップ引いた方がいいですね。はい。ということで、こちらで至高のツナサンド完成でございます。食べていただきます。いただきます。じゃあ4つに切ったのでいただいちゃいますね。いただきます。うまっ。これキュウリやばいんだけど、キュウリと長ネギのシャキシャキがいい。めちゃくちゃうまい。うまっ。こんなうまかったっけ。かれこれ僕1年前ぐらいにやってるレシピでなかなか出してなかったんですけど、キュウリポイントですね。で、マヨネーズのこのツナフィリングがすっごくクリーミーですね。舌の上でとろけるってこういう感じですね。ツナがとろけるってなかなかないでしょ。これよく考えられてるわ。クリーミーさの中にわさびが効いてるんですよね。これね、ツナ全部一人で食える。なんですけども、これねめちゃくちゃ自信作なんで、今日はねスタッフのみんなに食べていただきたいと思います。みんなお酒余ったか？思ったぞ。乾杯！乾杯！いただきます。はい。うん。美味しい。うまっ。うまいっしょ。これもう多分これどこにも負けないわこれ。もはやツナサンドじゃねえよこれ。キュウリとツナはコンビニのやつでも入ってるやつある。入ってるね。長ネギはないでしょ。長ネギはない。長ネギはない。玉ねぎか。
入ってたでしょ、うん、玉ねぎでもね、長ネギの爽やかな香りが生きるのよ、うんうん、あとね、わさびと合う、うん、わさびがいい、うん、わさびがいい、わさびが奥底にいるでしょ、うん、極上のサンドです、うん、極上ツナサンド、これはね、行、うん、くでしょ、うん、いや、これお弁当でケティングしたよ、うんうん、お弁当の時はあのラップ巻いてね、うんうんうん、ちょっとはみ出しがちだから、うんうんうん、もうあれだったら豆乳少し減らして、うんうん、あのピクニックとか持ってった方がいいかもしれない、うんうん、そう、水その場で食べるんだったらさっきの量、うんうんうん、あの持ってくんだったら半分ぐらいに豆乳減らして、うんうん、減らすと持ってきやすい、うんうんうん、クリーミーさはちょっと減っちゃうけど、朝飯でも最高っすねこれ。これはね、あの食パン2枚使ってるじゃん、6枚切り、うん、1人でペロッといけるねこれ本当最高だと思います。これなので皆さんもですね、この至高のツナサンド、これ絶対美味しい、どこのツナサンドよりしょ、ぜひ楽しんでください。これがね、玉川の玉ちゃんです。僕が玉ちゃんってことですけどね。